お、こんにちは。おはよう。昨日宿題やった？やってない。大丈夫今日？いやだって俺家に忘れてきましたって言って家帰るからもう大丈夫。本当？いやマジ寝てないわ昨日。え？昨日一睡もしてないわマジ。マジ寝てない。いや俺の方が寝てねえわ。いやマジ寝たい。てか俺寝たのマジ1時間とか。あ寝たじゃん。寝てるね1時間。うん？1時間寝ようか悩んだぐらい。ああ、本当。でも寝るとか悩むとかもなかった。寝るって何？どういう意味？え、何それ？誰お前？え？黒丸が。なんかやる。理想の座席用2024バージョンを作ってみよう。はい、またかい。またやりますよ。座席表？以前理想の座席表作ったの覚えてますか？結構前だけど、うん、はい、今日あれからほぼ2年半経ったということでほぼ2年半経ってもわかんねえよ。ほぼ2年半経った。3年とかの金融やつでそれ。ほぼ2年半経った。ほぼ2年半ってどん、はい、いつだよ。オイラたちの愉快な仲間たちも増えたということで、うん、そうね、最新版を作りたいと思います。うん、いいでしょう。ちなみに、前回の座席表は現在200万再生超えとなっていますので、うん、それに負けないように頑張りましょうと。それじゃあ早速やっていこう。やっていこう。クロノワールがなんかやる。まあやっていきたいんですけど、うん、2回目なんで、うん、前回一緒のクラスだったライバーはなるべく同じクラスにならないようにと、うん、はい。じゃあ分かった。クザの席僕が決めるから僕の席クザが決めて。いいよ。じゃあ俺がカナエの席決めますね。そこ俺、うん、お前やったね。お前そこ席じゃないから。え？席決めて先生にするな僕のことを。絶妙なとこにするか。はい、で埋めていくわけです。埋めていきましょう。いやどうしようかな。一人ずつ行く？ここ行く？うん、前回同じクラスだった人あれだもんな。助けてくれそうな、うん、優等生横に置こう。それ大事だよね。どっちから書く？思いついた方がいいんじゃない？もう俺はもうここにザレンさん置くわ。もう、もういないやん横の席の人じゃ。いなくないよ。不登校じゃないよ。助けてくれそうで優等生で、うん、やっぱちょっと吸血鬼シナジーでね。大事だよね。置いときます。助けてもらう。ザレンさんちょっと今日血余ってない？聞きます。うんこちゃん。おお、こちゃんはね、助けてくれるよ。なんなら、ね、もう弁当とか作ってきてくれるかもしれない。そんなに？うん、助けてくれそう。そんなに助けてくれる？うん。生徒会行くよって。引っ張ってくれる。うん、引っ張ってくれる。こっからだよね。ここ。レンゾットさん。来た。だいぶ行ったね。だいぶ行きますよ。僕も決まってんだ。お。決まってなかった。決まってねえのかよ。うわ迷うな。これかな。ローレン。あーここに？ここに、うん、うるさいやつがいることによって僕のヘイトが下がる。防衛ね、うん、防衛大臣大事だよね。大事。うん、確かに。ここに、うん、デビデビデビル。うお、悪魔界だね、ここね。ここを魔界にします。ここ魔界エリアにします。やっぱね、魔族同士やっていくべき。仲良く助け合いできるから。ここに、うん、レオス。おお、結構や身内で固めていく感じだ。うん、もう防壁をまず築き上げる僕は。なるほどね。ここに、うん、これね、レビィさん入ってくるんですね。守りたいこの笑顔。ここにやっぱ入れないと。いいとこ来たね。でもレビィデビィレビィデビィレインレインデビィドレ。ごめん、ほんとごめん。もう固めさせてもらっていい？防壁。お、マジ？レオスロレで守ってさらに？あと1さらにいく？うわ待って、でもこれ呼びたかった。いやそうなんだよね、前回同じクラスだったんで、
うわ、アキナ入れたらもうここをどこからどこを角度を取ってもよかったのに。最強だった。最強だった。ってなるとここだな。パタチ。なんで？なんか二人で番組やってるじゃん。あ、そんななんか。そうそうそう。掛け合わせ？ローレンがパタチに怒られて、うん、レオスに茶化されてるのを聞きながら後ろで寝る。なるほどね。うん。さらに後ろもいるぞお前。まあこれ喋らない。この後ろ孤立？孤立。僕はもう。お前ライバー入れられなくなるぞそんなこと言ったら。レビデビだから今。うん。レビデビデビルンルンでいくか。でも前に出てくるかもしれないよ。ここをバレンさんが休んだ時に魔族で固めました。あー、なるほどね。魔族な、魔族でしょ。まあ未確認生命体。うん、まあほぼ。でこれザレンさんが休んだ時にチョマが、チョマが一個席を前に行っちゃうんだよね。ルルが前に行っちゃうんだよね。行っちゃうんだよね。じゃあちょっとこれ変えるわ。1、え、前に行っちゃうから。はい。今入れ替える？いやいや、実はあれなんですよね、そのオンエア前にその前に行っちゃうんだよねのやつ、言ってるから気使って言ってないよ僕。いや、そうなんだよ。黒なんてバレるから。本当は黒なんでね、新人見る会のそれでハマったんだよね俺。新人さんもちょっと呼んでいきたいね、せっかくならね。いや、いい。じゃあ、うん、改正。海星、海星はね絶対助けてくれるから僕が寝てても。確かに。これでも夫人はできた僕の。いいね。カナエ城完成です。うわー、そうきたか。でも俺これ今誰に助けてもらうんだ、このミスったわ。助けてもらえない周りに。そうだね、誰も助けてもらえないよ。まずい、これまずいことになったね。相当悩むね。あ、消すパターンあるんだ。はい、席替えもうします、うん、組み替えます。いや、でもレビデビの並び熱いな。レビデビルンルン、レビデビルンルンね。これザレンさんね、え、天井行く？不登校です。あー、ザレンさん呼んで、犬から飛んでね。クジャ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 クジ席入れ替えたんだね。はい、席替えです。次後ろか。こう必要なものを。いや、かなり今ね魔族で侵食してる。うわ、迷うな、これ迷う。うわ、誰に、新人さん呼びたいな、せっかくなら。うん、新人入れるわ。はい、新人雨宮。新人、うん、新人か。新人ない、大型新人だよね。一応そうか、いっぱいいるからな。でもいや、そうなんだよね。やっぱ魔族コンセプトにぴったりの人がな。ねえ、いました。お、黒いです。やばい、魔族。え、魔族でしょ。黒い魔族といえば、魔族だ。あんなね、あの毛の色はもう魔族でしょ。まあでもここはもう間違いないね。これはもう天の雑魚出た。気になって転校生。これはね来たよ、うん、これ後ろ、うん、青色シナジー。何それ、何が発動してるの。これ天宮と天の雑魚だからAM コンビよね。なるほどね、うん、アマとアミヤだから、アマアミヤコンビね、うん、これ結構悩んできたね、うん、これでもあれだな、デンゾットさんとやっぱコミュニケーション取りたいか。あ、いるじゃないですか。誰？
やんなり。ああ、魔族来たね。いましたよ。ここいいですか、じゃあ、はい、このパーティーをギュッと引き締める一手、はい、ミラン引き締めてんの、青、うん、青色、これここの並び意味わかんないけど、全員がミラン怪しいと思ってここにいる全員が、この2人ほど怪しい人が、うん、ミランだけは怪しすぎると思ってんだ。さらにうさんくさいからミラン置けば、なるほどね。いるかな、魔族を探せ、魔族を。魔族いっぱいそうだけどな、意外と。魔族だろ、魔族だよね、魔族だよ、魔族、魔族だわ。チャイカ、はい、ここいます。ちょっと 前方はこう警備部隊が今いるから、うん、はいはいはい、ここには警備してんのね、うん、ここで行きます。一番大変、やっぱね、警備してもらわなきゃいけない、守ってもらわなきゃいけない、この後ろの、うん、行こう。 X、 やっぱここ防衛戦だからね。そう、ここ簡単に攻めいられないよ。確かに。ってなるとやっぱり必要になってくるのはあれか、屋敷図の肩幅はやっぱ必要になってくるね。そうだね。ってなると、こうだから、うわあ、屋敷図の肩幅できたら、うん、ここイブラヒム、もうここは参謀ね。ここはもう本当にこの防壁を今指揮する役ね。イブラヒムが全部、うん、X に交差する。攻めてきたな。何だ、殺させるとか何が起きるの、この教室で。やっぱり魔族の群れが来るかもしれないから。確かに、どうしよう、うん、やっぱ入れとかないと。誰、アキラ式なぎは。あ、ここでアキラ式なぎ来るんだ。アキラ式なぎはやっぱ入れとかないと。いや、てなるともうこれ間違いない、申し訳ないけど、ここ最強いくよ、最強、うん、最強の男、ここに最強入れんだ。そう、一番強い、ここ。この王国を案内してもらおう。しがりこ。しがりこ、うん、なんでしがりこ。観光大使だから。ここの、なるほど、ここはもうどういう教室かを案内してもらう必要がある。なるほどね、セミがどうこうの人。そう、セミの人、セミの人だよね。セミに襲われてる人、今もまだ襲われてるから。さあ最後の人、右後ろ大事だよ。うわぁ、右後ろ大事だね。誰とんのよ、誰とんのよ、誰とんのよ、誰。いやぁ、これね、うん、この人しかいない。これね、グエルオスがある。うわぁ、彼にしかできない。彼にしか右後ろはやっぱ務められないね。あとさ、担任決めようぜ、担任。担任？担任決めよう。このクラスをまとめれる力量。やはり、あの男しかいない。このクラスをまとめるとなると。ボックス悪魔？いや、まとめられない。さすがに？さすがに。シオリンハル。いや、まとめられない。まとめられない。あ、じゃあ誰を？やっぱあの男しかいない。はい、任せてよ、じゃあ。グエルオスガールだね。先生、自分の席も用意しちゃったんだ。自分の席もある。とんでもないやつだね、先生。でもやっぱあれ、教育実習の塩利派先生とかね。副担任ね。副担任、待って、ね、あの男しかいない、副担任。男だ、またグエルオスガールねえっていいです、担任は塩利派先生で。塩利派先生、いや、なんでも成績いいから。何が？国語教師。はい。これがね、3年 B 組です。おめでとう。おめでとう。クロノワールがなんかやる。ということで2回目やってみたけどどうだった？いやー、実際この教室だったらまとめられるか心配ですね。ね。こんなクラスあったら夢のような新体験ですけどね。みんなはどう思うんだろうね。みんなの理想の座標表があったらコメント欄や SNS の下で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週。